取り立てられるめっちゃ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでちょっとふーたくんのテントを建てないといけないんだけれども、やっぱこの周辺とかがいいんかな。木を切り倒してしまおうか。ちょっとあの斧が使いたいっていうのもあるんやけど、しょぼい斧。よし、なんかいっぱい出てきたね。なんか木材いっぱい出てきたよ。え、もしかして切り倒せない？もしかして切り倒せないんすか？あれかな？なんかもうちょっと大きめのじゃないといかんとか。資材が出てくるだけってことこれ。え、でもそれならあれやね。なんか、景観を損なわずに、資材だけこうやって集めれるんやね。なるほど。いや、それはいいんやけど、え、じゃあどうしよう、風太くんの。風太くんの場所。てかなんかね、この川の向こう側とかにしたかったりもするんやけどさ、橋が、一本も橋かかってないんよね。ちょっとびっくりしたんやけど。じゃあもうこの辺りにしようかな。あ、ちょっと待って。向こう向きでやらんといかんのやっけ？じゃあここに、なんか思ったよりでかかった。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、じゃあこの辺り？これでどうや？ふーたさんのテントの場所ここにしようかな。想像してみる。え、ちょっと待って。これってもしかして置き直しができんとかそういう感じ？ちょいと待てよ。ちょいと待てよ。海辺とかにしようかな。ちょっと待って、ここはどこ？この辺りにしよう。じゃあここにする。よし、オッケー。想像してみる、どういう感じ？あ、すごい、なんか周りにいろいろある。へえ、ここに決めちゃおうかな。オッケー、たぬき開発。どうせなら広場の近くにこういうのいろいろ展開していきたいけど、なんか無理そうやしね。ふーたさんのテントの場所を決めた。これでここにふーたがやってくるわけやね。ごめん、破壊しそう。ふーた様テント予定地たぬき開発。普通になんか、家が建つときみたいな感じや。はなちゃんち、はなちゃんちっていうか、はなちゃんとこのテントからすごい近い感じになったね。よいしょ。あれ？もしかして、マイレージが溜まっている？どのマイレージ？あ、スマホのある暮らし。我が社のスマホの使い心地はいかがだもん？このメッセージを読んでくれてるってことは、きっともう使いこなしてるに違いないんだもん。ご利用のお礼にマイルを差し上げまーす。お、300マイル。肩書きゲット、スマホのユーザー。そのまんまやね。だいぶそのまんまやね。ちょ、待って、何かしら。DIY レシピ。このアプリではあなたがこれまでに覚えた DIY レシピの情報をチェックできます。よく作るものをお気に入り登録しておく便利な機能もありますので、DIY ライフにご活用くださいね。オッケー。まあ、この辺で見て、材料を集めていけばいいわけやね。柔らかい木材がいる。ちょ、待って、このさ、鉄鉱石？あ、それは多分あれか。ハンマーとかが必要になるんかな。キャンプファイヤー。焚き火と木材。ふんふんふん。なんかいろいろと。は。ここさっき切ったとこが。さっき切ったところやった。どういう木材みたいな。ちょ待って。
確かパチンコを売っていたはずなんだけど。お、うろついてるね。暮らしのことで何かわからないことがあったら気軽にお声掛けくださいね。ちなみにこんなことはわざわざ言わなくてもお分かりかもしれませんが、木にまつわる材料は木から、石にまつわる材料は石、岩からそれぞれ手に入れられますよ。木は揺するだけでなく、斧があれば木材を切り出せますし、岩も斧のような硬いもので叩けば切り出すことができるんです。あ、斧でいいの？岩。あ、ほんとや。ねえ、なんか変な色の岩出たよ、今。ほら、これは一体、ちょっと待って、めっちゃ空振るやん。ん？あ、壊れた。しょぼいのが壊れちゃった。ずいぶん使ったからな。粘土やって、粘土。へぇー。粘土とか出てくるんや。面白い。よし。何かしら、マイレージが溜まったね、今。あ、これか。道具クラッシャー。壊れるまで道具を使い込んだのはいっぱい頑張った証だなも。その功績を叩いて、壊れた数に応じてマイルをプレゼントさせてもらうだなも。え、じゃあ、斧やったら簡単に行きそうじゃないこれ。お、肩書きゲット、やんちゃなお調子者。300マイルゲット。道具クラッシャーでやったら結構簡単に集まりそうな気がしなくもないよ。ね、なんかこれ光ってない？え？なにこれなにこれなにこれ？え？これなに？なんかめっちゃ光るようやけど。え？光るよりよね。これはあれか？スコップが必要なのか？え、めっちゃ気になるんやけど。でもこれ建物の中に入って出てきたら、なくなっとったりとかするんかな？ちょい待って。なんかスコップとか、売りよったっけ？とりあえず、生き物を集めて、あ、モンキチョウ初めてか。モンキチョウを捕まえた黄色くてキュート。初めてのやつじゃダメじゃないか。ダメじゃないか。まだ光よる？ちょ、待って、はい。はい、モンシロチョウゲット。これもしかして、いや、これじゃダメやね。やっぱり掘り起こすしかないんかな。掘り起こしたい。掘り起こしたいよ。よし、とりあえずちょっと売り払っ、あ、ちょ、そこの、いやー、こっちに近づいてきてくれないかしら。届かんかった、あれは確率に。はい、どうも。あ、そっかそっか。テントを張ったけん。あ、アイナさん。フータさんのテントの場所、いいとこあったらなも？見つけたよ、バッチリです。さすがだなも。どうもありがとうね。フータさんにも、もう明日からでも来てもらえるよって連絡しておくだなも。ところでアイナさん。マイルの方も順調に溜まってきてるだも。せかすわけではないけど、移住費用のお支払いの方も忘れずにお願いするだなも。マイルを貯めるコツだったら教えてあげられるかもしれないから、困ったらいつでも相談してね。取り立てられるめっちゃ。さあ、ちょっと売り払ってこようか。買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ってことで、モンシロチョウと、ハチノス。ぐらいかな。この辺はまあ、渡したいけん。渡した、リンゴもまあ、いっか。はい、これで。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計760ベレットのお買い取りでいかがでしょうか。いっちゃいます。ありがとうございました。またしてもお気軽にご利用くださいませ。そうそう。今お売りいただいたフルーツですが、フルーツのような食べ物を食べると、力がみなぎって思いがけないパワーを発揮できるってご存知でした？何それ。例えば岩を叩き割れちゃったり、何か掘り起こすような道具があれば、木も掘り起こしたりするんです。掘り起こす。木も掘り起こす。なるほど。お売りいただけるのは大歓迎ですが、アイナさんが暮らす上でも、食べて役立ててくださいね。うんうん。だから先に言って。先に言って。商品を見せてほしい。スコップがないじゃないか。スコップがないじゃないか。
え、スコップ DIY でも作れないんすか？マジっすか。どうしよっかな。しょぼいおの。パチンコ。パチンコは900ベルでございます。買っちゃう。毎度ありがとうございます。900ベル、間違いなく頂戴しました。他にも何かご入り用のものはございませんか？いや、もう150ベルしかないから、とりあえず。よし。でもあれかな、もう、何も飛んでいない感じか。そして光る地面。あー、光ってんな、やっぱり。めっちゃ気になる、超光ってんな。よし、これで被りゲットしたし。とりあえずまた売り払ってこれる。よっ。いいね、すごい素早く捕まえる感じ。よきよき。まあ多分埋め立てれるとか。あ、ヤドカリとかおったんじゃない？エビス貝やって。ん？あれか。風か。なんか白く見えたのは。この辺のもまあいっぱい取って、売り払おう。あっちにも蝶々飛び寄った今。魚の方が結構いい値段になるんかな。ね、魚結構高かったよね。2000なんぼとかなったし。待って。全然捕まらねえ。そして向こう側にもモンキチョウがいるのが気になる。マジか！いっぱい。とりあえず逃がしとくわ。倉庫みたいなのも欲しいです。まだできんか、そういうの。はい、これで。アイナさんいらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？とりあえず買い取ってもらって。で、斧ももう一回作ったけん、二回目からは、買おうかなと思ってるんだけど。はい、オッケー、これでどう？いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計1100ベルでのご買い取りでいかがでしょうか。なんか全体的にさ、飛び盛りの時よりも高く売れるような気がする。はい、そしてちょっと見せて。商品を見せて。ではこちらをご覧くださいませ。ってことで、これで。はい、しょぼい斧をください。毎度ありがとうございます。800ベル間違いなく頂戴しました。他にも何かご入用のものはございませんか？大丈夫。ありがとうございました。また何かございましたらお気軽にお声がくださいませ。作れるものは何かあるかな？めっちゃジロって見られた。怖いわ。あ、作れるけど。丸太の杭。な、今のところ、キャンプファイヤーが作りたい。キャンプファイヤーと素朴な DIY 作業台が作りたいんよね。鉄鉱石。鉄鉱石はどこで手に入るだろうか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、1日経ったらもう、あれなんやね。風太くんはやってくる。で、光る床というか地面がめちゃくちゃ気になるけど、スコップがない。きっと何かしら宝物が埋まってるはずと期待してる。